との調整をしています。あのね、あれ今日はなかなか漏れない、漏れてないもっち、よいしょ、こっちもつけた方がいいかな。ライティングを調整しております。あれどこが一番漏れてたっけな。よいしょ、ここか。違うな、なんか暗いんだよね。ライト2本あるもんな。直接炊かない方がいいんですよね。いいんですよね。ちょっとお待ちください、もっち。ライティングのセンスがない。あー、どこだ？ここか。ここ？違うかな。もっちはー、ももちだ、もっち。ちょっと待ってね。ライトがほら、怖い、もっち。ね、ライトってすごいよね。ライトのせいでさ、ライトのせいで、ライトのおかげで、よ、ほら、こんなに怖くなったりとか、あれ、のこのこかわいい木が見つからないんですよ。漏れない、全然漏れてないよ。もっとかわいいはずなのに。あれ、少々お待ちくださいね。少々お待ちくださいね。ちょっと待ちもちよー。こうか、こうだな。あれ違う。どうしたらいいんだ。もっと可愛く映りたいよー。おー、もうさお。これもつけてみる？違うか。違うね。よいしょ。いや、違うなー。とりあえず、いっか。おい、こっち消した方がいいかな。難しいよね。違うか。こっち？こっちで、これはいらないか。こっちに来たとき怖いね。下に置く。全部下に置いちゃう。置けなかった。あのね、明るいんですけど、やっぱり暗いのね、こうするとね。あ、こうかな？ちょっといいかも、ちょっといいかも。こうかしら。あ、まあまあ、まあまあいいかな。まあまあ。許容範囲、許容範囲。届かなかった。届かなかった、もっちー。どうだ？これどうだ？ダメだ。もっち。これどうだ？ここにこうでこう。じゃん。あれそうでもなかった。はい。もっちはー、もっちはー、もっちだよー。もっちだよー。よいしょ、あれ。もっち。なんでかな、なんでちっちゃいんだろう。少々お待ちくださいね。少々お待ちくださいね。チャットが見れない。なんで？なんでかな、あ、なんでかな、なんで見れないの。やだ、なんで見れないの。よいしょー、よいしょー。あのね、チャットがね、なんていうか見れないんですよね。ポップアップみたいにどうやってやるんだっけ。あれねー、うわーみんなのコメントが見えない、もっちー。ちょっと待って、待って、このライティングじゃないな。こっちかな。こうかな。ここにしたか。はい。というわけで、ちょっとセッティングに手間取っておりますけれども。はい、改めまして皆さん、もっちはー。ももちみなみだもっちー。よろしくお願いしまーす。はい。というわけでですね、今日は、ね、時間、まゆちゃんももっちはです。はい。
ど、難しかったので。なんとなくね、隔週で、ランチ、クッキング配信をね、最近やってるんですけども、今日は、晩ご飯を作る配信をするわっちー！イエーイ！デュワデュワ。はい。そんなわけで、ナイキのジャージを着ているわっち。はい。あ、浩平さんってミニ浩平さんではないか。ちょっと待ってね。これコメントがね、モッチのパソコンから半分しか、ほぼお名前しか表示されてないんだけど。画面の縮小みたいなの。あ、来た、できた、よかった。はい。ありがとうございます。寿司さん、シャンさん、富士さん、まゆちゃん、浩平ペンギンさん。アルフ、アルファンディさん、ニキさん、エスパー、エスカペ、ロッテ、ブリティッシュさん。こんにちは、遅くなりました。ありがとうございます。ね、グエスさんも。はい、ネココネコさんさん、ありがとうございます。イッツレインボーファイヤーさん。ありがとうございます。あ、マスダさんも、こんにちは。はい。というわけでですね。今日はね、どうしようかなと思ってるんですけど。あ、そうだそうだ。金曜日をね、なんとなくの、来週のね、日曜日に渋谷のイベント配信をするもちなんですけど、そうそう、その会場からね、まだインターネットを引いたばっかりで、そこから配信をしたことがないっていう情報だったので、念のために、LANケーブル担いでって、パソコン持ってって、ね、回線がちゃんと、スピード的に問題ないかテストをしようと思って行ったもっちなんですけど、ね、マイクを忘れたせいで音声がモコモコになってて申し訳なかったです。はい。あーちゃん、福田さん、お疲れ様です。もう帰ってきたの？お疲れ様です。ちょっと待って、何よね、今日はね。作った料理のプレゼントはね、もう、カビ生えちゃうからね。あ、拾ったズボンはね、交番に届けたよ。嘘、川に投げ捨てた。ははは。はい。ね。音声すごかったよね。申し訳ないです。ちょっと一回ツイッターするのでお待ちください。始まったもっち。はい、ツイートしたところで、エスケープルートブリティッシュさん。ありがとうございます。はい、今日はね、またしてもなんかちょっと決めてないんですけど、とりあえず、最近の一押しの、こちら、ポポラスーパーカーボオフ。カーボ。はい。糖質がなんと 50% オフの、ね、低糖質パスタ。今流行りのね、低糖質。ね、糖質が一番、脂質は太んないけど、糖質が太るっていうね、最近もっぱらの噂ですけども。そう、デュラム、小麦、セモリナに、小麦、タンパク、澱粉などを合わせた低糖質パスタ。で、ダイエットフードです。ダイエットパスタ。ローカロリー。うん。はい。これをね、使いたいなと思ってる餅なんですけど、そう、スーパーでね、結構ね、パスタソースを買ってきたんだけど、パスタソースを使うのもなんか味気ないかなって気はするんですけど、まあ、パスタソースは優秀ですよね。はい。どうしよっかな。でもね、春キャベツもあるメッチなんですよね。どうしよう。でも肉的なやつがあんましなくて。まあ、っていうところでやります。なんか、ジャコとかあったら春キャベツあるから、ジャコキャベツみたいにしたいんだけど、ちょっと、サバ缶はある。サバ缶はあるんだけど、もっち最近この高菜パスタが好きなんですよ。高菜パスタ。美味しいね。よいしょ。
ババモッチがね、あ、ほっぺに何かついてる？ほっぺに何かついてる？ほっぺに何かついてる？あ、これ？あれ、アイラインがちょっとついちゃってるのかな？隠しとこう。
コインランドリーに行くのに多分歩いてじゃ無理かな。チャリで10分ぐらい行けばあるかなって感じなのでね、もうそんなですよ。だから本当に季節の変わり目に布団を洗いに行くっていう行事を行うくらいなのかな。まあでもね、ほら住めば都というかね。だってこんなに広いキッチンだからこそお料理配信も、やば、片付けてないお皿が映っていました。ちょっとだけずらします。はい、よし。はい、よし。で、ギフも映っております。はい。こんな感じで。あ、おしゃべりばっかりしておりますが、一向に料理は作っておりません。あ、結局何するんだっけ？春キャベツのパスタにする？もっち、パスタソースを使わないパスタを久しぶりに作るな。珍しいでしょ、持ってる人。ラクトイスさんじゃないですか。ありがとう、もっちー。イエーイ。ライブ行きたかった。行ってないね。お世話になっております。はい。お、なんかハートがいっぱい来た。ありがとうございます。どうしようかな。ちょっともう一回冷蔵庫いい？みんなちょっとお湯の見張りをしといて。として食す。すごいね、昭和生まれの贅沢春巻き。そんなに昭和生まれって2019年でしょ。はい。そして
どうしようかな。じゃあ、山菜と豚肉とか炒めたら美味しそうじゃない？どうしよう。もちろん本当最近お気に入りなんだけど、この高菜パスタ、和風のパスタって美味しいよね。これに納豆乗っけたりしても美味しいんだけど、買うな。じゃあそうしようか。どうする？なんて言ってたっけ。あ、春キャベツと、ポークウインナーのパスタと、豚肉と、ザーサイを炒めたやつと春巻き、なんか油っぽい全体的に。じゃあ、キャベツは丸太順にする？はい。あ、バーチャル YouTuber、すこすこ弁護士さん、お久しぶりです。ねえ、昭和生まれの春巻きって言われたらね、あれ？平成が31年だから、32年前の春巻きだと思うんですよ。先になってるもんですよ。はい。まあ、そんなこんなで。日曜の夜の山、やっぱり、ヨーロメッチャはね、多分ね、その辺に遊びに行ってると思うんだよね。なんか、カラオケしに行ってんのかな？違うかな？何をしに行ってるかよく知らないんですけどね。はい。こんばんは、ウニを作るの。はい。今さっき決まりました。豚肉とザーサイをなんとなく炒めつつ、火の粉もあった。しめじとキャベツとコーン君の、パスタと、春巻きを焼くだけ。以上です。なんかわんぱくだね。なんかヘルシーなやつ欲しくない？わかめ。わかめがあった気がするな。緑の海藻を、これはワカメ。こんな変な歌、こっちはワカメ。ダンスってね。はい。ワカメ。ワカメ。はい。はい。全然関係ないんだけどさ、もち、あ、あれ、なにこれ、どうなってんの？あ、どうした？あ、切り口がよくわかんないからね。はい。こう見て最近ボイトレにずっと行ってるわけなんですけど、そう、ボイトレの先生がキッチンドロンカーらしくってさ、大変だよね。うん、ちょっと、いろいろ家庭でやるんですって。まあ、大変。とりあえずわかめを水に戻しておきましょう。この浄水のやつが半年ぐらいもう変えてないんだけど、そろそろ変えた方がいいのちなんてあるけどね。どうしましょうね。あ、昨日食べたいもっち。なんかなんかね。
よしよし。なんかなんとなく作ります。とりあえず、洗ったので一人置いて。足を切るっていうのが一番、いやあれ怖かった、もう気をつけよう本当に。あの今小林製薬のアットのものって傷が残らないように、あの朝晩アットのをすり込んでいます。あれ効くのかな、効いてほしい。まあ大体2杯入ってるからさ、あんまり関係ないもちなんですけども、何箇所も痛いの、あ、箇所向いてないの、はい、そう、2杯を大体入ってるから、まあ、傷があってもと思うんですけど、やっぱりこの女子だから足に傷があるって痩せないんですか、そうだよね、はい、なんとなく、はい、違うな、どうやってたっけ、久しぶりにやると忘れちゃうよね。先に感じにする、それとも後から塩もみだけ、皆さんはどうなんでしょう、ちょっとゴリゴリやってみます。よいしょ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 、塩を振ってゴロゴロしています。よいしょよいしょ、水分が出てきました、はい、
少々お待ちくださいね。今集中しています。あ、ちっちゃいね、この距離。斜めに切ればよかったかしら。切れてないような気もするけど、切れてるような気もしている。しかしもう4月が半ば過ぎたなんて信じられないね。あ、まだ半ば過ぎてはない、ちょうど半ば、今日14日か。ねえ、どうしよう、今年の3分の1がもう終わっていくなんて信じられない。もっちちょうどこれでいいかな。ボール的なやつさ、そうさ、あいつは丸い半分の形。よいしょ、あいつによく似た、そんなあいつさ、ボール。はい、キュウリとワカメを、よいしょ、キュウリとワカメ。はい、もっちはね、なんか割とだしと砂糖とお酢を入れる、お醤油は入れないみたいな感じなんだけど、なんか冷蔵庫にこんなのが入ってたので簡単っすよ。でも簡単っすを入れるだけのようなので、簡単っすを入れちゃいたいと思います。ダバーン、できたー。はい、カッチーこれできたー。よし、できたでしょう。便利だね、ハンタンス初めて使った。まあ何かしら食べていたんだと思うんだけど、あんだけ減ったからね。はい、あ、いい匂いする、全然 OK だ、いい感じ、しんなりしてきてる。はい、酢の物完成。はい、じゃあ
これに入れちゃおう。あ、意外と量少なかったよ。全然平気だった。あ、そうこうしている間にお湯が沸騰してまた量減ってきているもち。なんかさ、最近はそんなに見てない気もするんだけどさ、日曜日の夕方になってさ、ちびまる子ちゃんとサザエさんがあると日曜日が終わっていくと思ってね、なんかこうちょっと寂しい気持ちにいつもなってたなというのをやっと思い出したんです。なんかそういうのあるよね。はい。あ、おいしそう。いい匂いする。うん。では、あらまーす。はい、きれい。はい、はい。マッチ。はい。でもこれ冷蔵庫にしまっておきます。でもしまってからさ、そのまんま食べるの忘れて次の日の昼に思い出すとかあるよね。なんか足りないと思ってたみたいなやつ。はい。やばい。めっちゃ独り言してるよ。コメント見ようと。はい。ねえ、ゴールデンウィークもうすぐですよ、もっち。あ、そうだ、4月30日、もっちはもうトレジャーフェスト行きます。そうだ。言ってなかった。今回はね、いろいろとなんかちょっと状況が変わったらしくって、エンタメエリア的なやつがなく、もっちはちょっと前までと同じ感じで、MC、館内アナウンス、現場 MC と、ミニ四駆をね、またやることになりそうですので、はい。東京ビッグサイトよろしくお願いします。4月30日に。はい、冷蔵庫に。冷蔵庫に、キュウリとワカメの品物を、入れた。はい。前見えてるんですか？あのね、正面はもっち見えてなくって、なんかこの辺が見えてるんですよね。こっちはよく見えるけど、こっちはぼんやり見えていてっていうのすごいらしい。ね、どっかいい眼科があれば紹介していただきたいもっちなんですけどね。だからこう殴られるともっちは本当もうなんかやられるだけっていう感じ。なんですよね。だからもっちに優しくしてください。ただ歩いてて、この辺から来る自転車のおばちゃんとかがめっちゃ恐怖。そう、前ね、スクランブル交差点でさ、踊ってみた撮影してた時に、スクランブル交差点横からスッて来たチャリのおばちゃんに全く気づいてなくて、本当に危なかった、あれ。っていうのが、そのまま MV になっているので、ぜひご覧ください。はい。ね、XJAPAN のヒデさんの、ボカロ曲でコギャルっていうね、やつなんですけど。はい。ね、もうほぼほぼオフィシャルに、振り付けになっておりまして。ねえ、ピーピー何ですか？あ、親が笑きすぎた。あ、そう。はい。ね、何の話？はい。ミニ四駆やろう、みんなでね。そうしよう。あ、動いてるの見るの久しぶりだ、もっち。ありがとうございます。マクドナルドのハンバーガーは、もっちはね、何が好きだろう。マックグリドル、甘いやつ好きだった。モーニングのやつ。ははは。あ、急にね、そう、急にね、声かけずに何かこう、あると怖いね。そう。そうなんです、そうなんですよ。はい。ね、YouTube ライブで怪我はやめてね、本当ですよ。この間、血出てたけど、さすがに言えなかった。ので、今後は気をつけますね、本当にね。はい。あ、駅に着きます。あ、お疲れ様、もっち。帰りだったのね。ありがとうございます。あ、そう、もっちもね、さっき朝から行ってきたんですよ。ちょっと用事があって。懐かしいなぁと思いながら。もう、しばらく阿佐ヶ谷に来ることはないなぁって、ちょっと前に思ったのに、もう1ヶ月後に来ちゃったなって思ったんだけど。ねえ。はい。バーガーキングの黒バーガーわかんない。あ、でもバーガーキングはね、なんか野菜いっぱいの、なんだっけ。ベーシックなやつ、あれが好き。はい。何を作るんだっけ。忘れちゃうね。じゃあ、そろそろあれですかね、ちょっと、巻きで、パスタ茹でますか？パスタ茹でますかね。パスタを、茹でる。
わ、すっごい熱くなってる。はい。よし。というわけで、ポポルスパー、カーボオフ。はい、糖質半分のポポルスパーを茹でたいと思います。茹で時間が10分になってるから、多分ね、7分でいいと思うんですよ。その後ちょっといろいろするから。というわけで、早速入れてみたいと思います。ね、茹でるときに皆さんが塩は入れる派、入れない派？なんか入れなくてもいいって最近よくね、言うから。辛いのはね、あ、インドネシア行きたいね。インドネシアね。あ、そう、地震、アースクエイク。まあ、OK？ 大丈夫？ね、スラウェシアイランドが、アースクエイクで、ね、超センシティブ。はい。大丈夫かな？こう。フレンチフライいいね。フレンチフライ美味しいね。はい。話されましたが、ポポルスパー茹でるもっちー、イェーイ。はい。ということは、この7分の間にいろいろと片付けてしまおうっていうね、ことなんですよ。はい。じゃあ、とりあえず、パスタを入れます。いや、その前に何かしておいた方がいいんじゃないか。そうだ、キャベツを切るぐらいはしておこう。はい。ちょっと、一応心のゆとりを持つために、先に、しめじとか、キャベツとかを、石突きとかを取ったり、包丁どこ行った？びっくり。なくなったかと思った。はい。ね、包丁で、しめじの石突きをよいしょ。ああ、みんなどうやって取ってんだろうね、この石突きってね。もっち、いや、もっちさ、結構こういうのさ、手でむしって、こうなんかこう手でむしってから、割とこうやる派、こそぎ落とす派。みんなどうなんだろうか。よいしょ。はい。しめじはそういえば、もちゃんを買ってきたんじゃないかもしれないけど、また。美味しくすれば、問題はないはずだ。よし。はい。そして。そして。しめじをバラバラにします。はい。セパレートしめじ。なんだろう。カインドオブマッシュルーム。かな？はい。セパレート。グループ。セパレート。はい。ねえ。ほんとにね。ちょっと英語が出てくるようになりたいね。はい。はい、マッシュローム。セパレート。はい。なんか落としたかな、今。落としたね。落ちてた。こんなにいらなくない？多すぎた。まあ、いったん、戻しとこう。よかったね。なんかさ、もっち割としめじを半分にこう、セパレート。こう割った方が味がしめしめになる気がして好きなんだよね。でもまあ、いっか。洗おう。はい。こんなところかな。何が？まだ全然じゃん。何がこんなところかな。はい。それはそうとさ、もち寝違えて首がめっちゃ痛いもちなんですよ。助けて。今思い出した。どうやろう、ここぐらいいけるかな。ちょっと色濃いけど。春キャベツって柔らかい方がいいよね。だって、中身がちょっとになってしまうし。おいしそう。キャベツ。スプリングキャベツ。ベリージューシー。あはい。もっちー。
じゃあ
はい。もう IH とラジエーターと2種類ありますよ。ね。はい。出まーす。隣のポッポロ、ポッポロ。電気落ちないかな、ブレーカー落ちたらどうしよう、電気かしら、うーん、温まってきたかな、ね、ザーサイはもう火が通ってるからもうすぐできちゃうんですよ。もっちのうちは今ね、あのサラダ油はなくってごま油とオリーブオイルしかないので、とりあえずオリーブオイルを使います。豚肉なんですけどね、まあ、豚さんの脂もあるからちょっとでいいでしょう、ちょっと、はい、はい、脂身の方からね、入れちゃおう、ちょっと全然温まってない。あ、そうか、なんかね、ちょっとこの IH ひびが入ってさ、調子が悪い時あんまり温かくならないんだよね。忘れたらできないっていうか、いや違うな、これをこうしよう、
れ、よかれと思われる。よかれと思われるもち。ちょっとずらしますね。はーい。もちもち。ぶちゃさん、ぶちゃさん。さあ。さあ。今日ね、あの話関係ないけど、みのりすずこちゃんと、どんな橋さんじゃなくて、岡田和親ちゃん。おめでとうございます、もちだね。びっくりしちゃった。ブシロード同士。まだ全然デビュー1年目ぐらいの時にあの新メンバー募集中ってやってたあのウィルキーホームズさんとイベントご一緒したことがあって誰が TP 言うとるんじゃ誰が TP 言うとるんじゃわからん誰かなまあいいか、あ、自分にこう入れたのね
て、ほら、おいしそう。あ、ネギとか入れたらよかったね。まあ、いいか。色味がめっちゃ茶色い。ねえ、ネギやったらよかったね。でも、おいしそう。あ、白髪ネギとか乗せたらおいしそうだね。とりあえず、こんなに入れておこう。そして、よいしょ。はいはい、ピーピー言ってる。はいはい、何がピーピー言ってるんですか。何何、あれ消えた。はい、あ、なんか落ちてた。拾った。さらに入れた。あ、残ってたな。あ、オイルかけてなかったね。なった、大丈夫。はい、というわけで春キャベツを炒めていきたいと思います。イエーイ。ふぅね、50% オフのね、いいやつですよ、ポポロパスタ。隣のポポロポポロ、キャベツの前にこっちを、しめじとウインナーをダブルマッチ。はい。ちょっとまだ熱くなかったのかな。はい、ハイパワーにしてお任せします。よく多かったかな。大丈夫かな。ちょっとザーサイをしまってきます。いい感じになってきたのでキャベツを入れたいと思います。イエーイ。ね、しめじとウインナー相性いいよね。もっちハロー、もっちフード、イエーイ。ははは、あ、もっちインマイハウス、イエーイ。はい、ありがとうございます。キャベツイトダブライ、ニンニクを入れ込めてたので、今のタイミングで多分合ってないんですが、ちょっと入れてやったら、はい、ちょっととりあえずニンニクを取り入れます。はい、そして塩コショウも入れます。
汁ドボン。食材を使った罪滅ぼしとしてこうね残しておけば怒られずに済むでしょう。はい。あー美味しそうだねこれはね。あ落としちゃった。ウッチウッチ。あーうまそうマッチこれはうまそうマッチっていうかもううまいマッチ。キャベツいいねキャベツいいね。あー美味しそう。もう美味しそう、もう美味しい、もう美味しい、これは美味しい、絶対に美味しい。ちょっと盛り付け下手だけど、ひゅううまそうもち。さあ残り汁を、はい、こんなところかな。できたできた。落ちたから入れちゃえ、ほい、はい、完成できたよ。美味しそうもっち。多かった？え、嘘、今気づいた。コンソメ多かったかな。え、マジで。まあ、まあ大丈夫でしょう。もっちの野生の缶で入れましたけどね。あれ見えてなかったかな。あ、忘れてた。そうこうしながら、これも焼いちゃう。もうそんなに食べれないよね。もうちょ、でも賞味期限そうだし、まあ、めちゃくちゃもいっか。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと待って。フライパンがきれいになったマッチ。イエイ。はい、フライパンがきれいになったところで
意外と焦げてた。はい。菌って服から付菌なのかな。ふきふきするから付菌なのかな。誰か知ってる人いるかな。はい。汚れたこれ。
注いだ。感動した。よし。強炭酸こ強いからもっちゃの水で割ります。なんか得した気分になれるねこれもね。はい。強炭酸水あの炭酸強いの苦手だから強炭酸水を買って薄めるとちょうどいいから節約にもなるね。はい。写真に残しました。じゃあ気を取り直してお茶でも飲もう。お茶じゃない。はい、乾杯。イエイエイ。よし。ふう。はあ。思いっきり焦げたね、本当にね。やってしまったもっちよー。じゃあパスタ食べ終わった。はい、ではでは、でしたっけ、でしたよね。パスタいただきます。にげー。うん、ちょっと、はー、立ってると疲れちゃうね。テーブルもここに欲しいよね。でもね、テーブルがないんだよな。どうしようかな。とりあえずテーブルはないけど椅子にしよう。え、ちなみにこの白い椅子と黒い椅子は粗大ゴミ置き場に置いてあったやつを拝借してきました。はい。あ、映ってないかですね。あ、暗い、顔色が悪いもん。照明カボン、照明どこに置けばいいかな。怖いね、これね。どうしたものかしら。ここ違うな。ここここの辺ダメだな。まあいいか。諦めよう。じゃあいただきます。もうお腹空いたから食べちゃう。キャベツ、イエーイ、美味しそうです。春キャベツ、
好きじゃないんだよな。もっちな。もうちょっと下げますね、じゃあ。とりあえず。よいしょ。ピッピッピッ。わかった。どうでしょうか。よっ。はーい。いただきまーす。いつ食べます。食べれるかな。よいしょ。いただきます。本当に春巻くさえ壊さなければ完璧だったのにな。すごい焦げてるね。本当に丸焦げな。なんで食ったい。はい、酢の物です。よいしょ。あ、そうだよ。なんか足りないと思ったら、そうでした、そうでした。はい。じゃあちょっと盛り直して。盛り直して。
が長かったもん。気にしない、気にしない。はい。でした。もう箸。ではでは、改めて。キュウリの足のもの食べるもっち。はは、一口ください。はは、あげないよ。おいしそう、もっちね。お酢が大好き、もっちなので。キュウリが本当好きなんですか。いただきまーす。食べるよ。やっぱりあの小に連れてるわかめ、生のわかめ欲しいよね。これ何食いたやつだっけ、マイカ。うわー、うん、おいしい、もっち。そういえばツイートしとこう、忘れてた。ちょっと待ってね。関西にもっち、関西にもっち、ポインターが、ポインターどこ行った？ポイントあった、シート。ライト難しいよね。上が明かりしきるかも。え、スノーノス欲しかった。あと、炒め物。ちょい冷めてしまいましたが。さあ、最後豚肉食べるもっち。いただきまーす。もっち。おいしい、ちょうどいい、あの餃子の塩分と食感とフレーバーのいい具合の味。うん、バッチリ。もっちおいしいです。餃子にできたよー。かっこ春巻きを除く。でもさ、実際油で揚げてなくてよかった気がしない？油で揚げてたらもっと大惨事だったかもしれない。と思うとほら、結果オーライっていうか、ね、焦げたけど中身はきっと開ければ食べられると思うんですよね。はい。というわけで、無事にできました。無事じゃないか。はい。ありがとうございます。一旦ね、あの終わってゆっくり食べる感じ。はい。でもよかったよかった、無事でできてね。無事じゃないけど。あ、めっちゃテカってる。はい。ちょっと待ってね。はい。
焦げたりとかもあったけど、きっと夢だよ。はい。というわけでですね、こんな感じで、時々お料理配信とかしていくので、普段はね、夜ご飯が多かったですけど、久々に晩ご飯、初めて晩ご飯か。チョコレートを作ったのは夜だったけど、あれは生配信じゃなかったのか。そう、なので、昼だったり夜だったり、ね、春巻きさん、チャルモリーさん、お久しぶりに、ね、ありがとうございます。そう、何もなかった。そう、すべてはうまくいった。ということで、よろしくお願いします。ね、昼ご飯配信だったり、晩ご飯配信だったり、なるべく日曜日にやりたいなと思っています。お仕事が入る時期はね、できないですけど、今のところ、隔週で3回目になっているので、こんな感じで続けていけたらいいなと思いますので、よかったらね、コメント欄とか、下のね、生放送のチャットじゃなくてコメント欄だったりとか、あと、ツイッターのリプとかだったりで、こういうの見たいよとか、いろいろあったら教えてください。よろしくマッチー。はい。ね、早く残りを食べたい。はい。お知らせなんですけれども、モッチさんのイベントは、一番近いところの21日、21日の日曜日、16時半から、近い方はぜひ、会場に足を運んでいただきたいんですが、生配信もございます。渋谷のスクランブル交差点の、真ん前にあります、Q109 のメンズ館が今、マグネット渋谷っていうね、名前の、ファッションビルのようないろんな、お店が入った、渋谷マグネットの5階のイベントスペース、屋上にもね、イベントスペースあったりとかね、なんかすごい面白い、建物になってるんですけど、そう、5階のイベントスペースで、お世話になっている NIJ ファクトリー原宿さんの、イベントの中で、ももちのこの YouTube チャンネルから配信をさせていただきます。ゲストが、調整豆乳さん、ゆるキャラでね、人気の調整豆乳くんさんと、モッチと一緒にね、MC をやってくださるのが、VTuber のしろじろうさんの生みの親でもあります。ご自身も VTuber だったり、モッチみたいに生身で動画とかいろんな活動をやられている、アライグマ博士さん、アライグマ博士さん、顔がアライグマ、体は割と人間っぽいみたいな、はい、モッチと近い感じのね、とっても素敵な方に来ていただきます。当日はなんかコトちゃんっていうね、アイドル、歌手の女の子の、ライブかな？なんかね、一日なんかいろいろあると思います。入場料は一応500円なんですが、なんと、ももちとアライグマ博士と調整豆乳くんさんのキャラクターが入った缶バッジがもらえちゃうということで、実質0円だと思います。はい、終わって、物販もゆっくりありますので、ぜひともね、来週の日曜日、16時半、遊びに来てもらえたら嬉しいもちです。はい。あとは、4月30日は、祝日になるのかな？カレンダー上だとね、平日だったんですけど、天皇のご即位的な感じのイベントで祝日になるっぽいんですが、東京ビッグサイトでトレジャーフェスタの、MC、場内アナウンスやらせていただきます。あと、今回はね、歌のステージなんかはないんですけど、ミニ四駆大盛況だったので、前回。またね、ミニ四駆やると思いますので、ぜひとも素敵なね、フィギュアおもちゃガレージキットの展示即売、の祭典でございますので、ぜひとも、ね、楽しいイベントなので遊びに来てください。よろしくお願いしまーす。はーい。はい。はい。ね、意外と時間過ぎちゃってね、1時間半ちょっとぐらい経っちゃったんですけど、はい、じゃあね、こっちは、かわいそうな春巻きさんの中身を食べつつ、パスタ、きゅうりとわかめのそのものを、ザーサイと豚肉の炒め物などなど、完食したいと思います。じゃあまた、来週はね、日曜日はその配信があるから、お料理配信はないと思うんですけど、ちょっとタイミングがあればね、あとね、VTuber の放送とか、
あの編集者のやつとか、ゲームのやつとかもいろいろ溜め込んでしまっているもちなんですか。小出しにできたらと思います。はい、それでは皆さんね、良い日曜の夜をお過ごしくださいね。はい血が出なかったので成功、本当だね。確かに熱がお大事に。そう、今実はもっち首にあの湿布を貼っているのでちょっと湿布臭いもん皆さんも熱がに気をつけて良い月曜日をお迎えください。はいね、あのちょっと寒かったり暑かったりいろいろなので体調管理にはぜひ皆さん気をつけて